アクセスを許可します。コードを入力してください。コードを確認しました。閲覧を許可します。PEF374 はマザーの疑問を代弁する。誘拐は侵食を果たしたものと推察される。この多発する異常現象が証明、なぜ状況を引き延ばす。昨夜のうちに全てを終わっていたはず。マザーは回答を要求している。その前に昨日の質問。私は私だよ。でもいつまでそうかはわからない。最初の1回目あなたたちは対応した。次の2回目に対応するための用意があるか聞きたいの。回答する。最初の1回目と同様の対応は不可能。その他の対応を取る場合、実現する確率が 7% を上回るものは238パターン、 9% を上回るものは3パターン。実現の確率を 26% と演算したプランが一つ。可能性を検討しうる最善策を実行した場合、実現確率は 98.265%。 2番目のやつはどんな内容？シシドウ K を機械帝国の管理下に置く。どうして？説明を修正。シシドウ K は唯一あなたに対抗しうる存在に昇華したとマザーは判断する。シシドウ K の脳機能を破壊、マザーの直結モデルとして調整を行う。あなたを抹殺しうる可能性は 26%。 K 君を K 君じゃないものにしなきゃいけないのはどうして？彼は我々の要求を受諾しない。説得が成功する確率は 0.0005%。 そっか。愛とかそういうの分かるんだ。人という個体の感情は種の本能に根差し、電気信号によって管理されている。それは正しい演算によって推察を導き出せるものと考える。きっとそうじゃないよ。もしそうだって言うなら、私のことも推察してみて。あなたは人ではない。そうかもね。最善策は 98% で成功するんだっけ？方法、聞くよ。あなたは、いや、あなたであれば、肯定しうるのかもしれない。マザーは、あなたを判断できない。いいから聞かせて。了解した。確率は 98.265%。 だがあなたがそれを受諾する可能性は 2.3% とマザーは演算する。きっとマザーが知る私ならそうなんだろうね。私は私だから、渡しているうちは 100% だよ。それは許諾であるのか。マザーは正確な回答を求めている。時間あとどれくらいかな。マザーは回答する。世界滅亡までマザーの演算ではおよそ18時間。それはあなたが言う、あなたという自我の消滅までに残された時間と同一である。18時間。明日の夜明け、今宵の月がその色を失うまでとマザーは回答する。教室に戻らないと。マザーは回答を要求している。是か非か選ぶまでもないよ。私は私のままでいたい。言う通りにする。だから、私から一つだけお願い。
あらゆる要請をマザーは許諾する。ありがとう。必ずだよ。約束ちゃんと守ってね。ケイ君、会いたいよ。ワールドエレクション。これがあなたの選択。今度も紫の月は回らなかった。機械帝国の演算は正確だ。機械帝国の周期が銀に汚染されつつある。私の人格プログラムに警備の乱れがある。これはマザーからの信号。マザーが抱いている恐怖か。人間を覚まないマザー。私はこの現象を説明するための機能を有していない。それが私の AI は解釈できない。戦闘プログラムは起動済みだ。指示があれば即時攻勢に入る。了解した。PEF-374 はマザーを代弁し質問する。まだあなたなのか。機械帝国マザー、知ってる。私はそれを記憶してる。防戦状態に入る。先端ソレタだと。照準は 0.298756% のブレにとどまっていたはずだ。あなたはどいて。私に構わないで。ケイ君を狙わないで。コマンドを受理。 PEF-374 はコマンドを実行する。私は他の何でもない。最初からずっと私が善で、私はチャンネルなの。私はこの世界に降臨した。聞こえるよ、みんなの声。うん、そうだよ。私はここ始めようね。今度こそ私たちがこの世界を抱きしめてあげる。ワールドエレクション。とんでもねえことになってたんだな。
やべえ感じはしたんすよ。ヒゲにピリピリきたっすから。航空便は全便運航停止。依然、復旧のめどは立っていません。相次ぐ大規模災害に対する政府の声明は未だありません。これほど大規模な自然災害というのは、五回統一以降は記録にないものですが。ネットは大騒ぎですよ。昨夜は銀の月が昇ったことも合わせて憶測が飛び交っているようです。ほぼ同時刻に世界各地で信じがたい現象が続発したわけですから。ゴーマ宮の近くに隕石落ちたらしいな。火事がやばいらしいよ。転落園もやばいんだろ。どっかの海に不時着したとか、高度を維持できなくなったんだろ。そんなことってあるの？ありえないから大騒ぎしてるんだろ。こんな時に飛行機なんか飛べるかって。昨日の夜2時間くらい電話使えなかったよね。あの時かな。マジ怖いっす。原因がわからない以上の恐怖はないっす。お化けと同じっす。原因ね。あら、お揃いですわね。ごきげんよう。お父様と連絡を取りましたが、どうも機能障害のようですわ。転落園の維持には協定にのっとって機械帝国の技術が投入されているのですが。壊れたんですか？存じませんわ。ここにいたのね。情報が錯綜していて意味がわからないわ。テレビでは少しマシなことを言っていたの？何が何だかわからないそうですよ。ガウン。いただだだ！さっきからいちいちギューってしないでよ、甘えんぼね。昨日までと違う。空気が嫌な匂いだ。困ったものね。今日って兄さんの異変を調査するために研究所のチームが来る予定じゃなかったっけ？ケイ君、私大丈夫だなんてどうして言えるの？そうですわね。落ち着かないね。ケイ君、この後、いい？
さすがクルルさんす。人物のスケール感が違うっす。うん、ラーメンでいいや。行こ。行こ。欲しくて。大切だよ。すごく大切だから急がないとダメなの。ごめんね。どう言ったらいいかわからなくて。距離射撃型機械兵器ランサWe'll be right back.
ランサー、ビショップ、共に活動を停止。獅子道警が行使した力はカタルシスと同質のもの、確保は困難。説得の可能性は 0.0005%。 ビショップの機能を停止したのはあなただ。それはあなたがもたらした現象だと言っている。あなたのカタルシスは理性がストッパーになっているのだろう。協力とは言えず感染も認められない。しかしあなたの能力は私を捉えているようだ。言葉に気をつけろ。あなたが死ねと言えば私は次の瞬間この頭を吹き飛ばすだろう。私は機械だ。そのような機能は有していない。 PEF374 は断定する。先の現象はあなたのダミーメーカーがクルルの能力を獲得し起こしたものと、あなたのダミーメーカーには彼女の能力が定着している。規模を度外視するのであれば、その疑問を肯定する。無論。世界を破壊する力だ。あなたもまた、この世界に破壊をもたらす一柱の破壊神と言える。よせ、あなたの強制力は私を捉えている。あなたの敵意が私に向けば、私は自らを破壊することになる。その力はかつて私たちの世界を滅ぼしたもの。あなたが望むのなら、機械帝国は全ての情報を提供しよう。世界を救う可能性だから。日が沈む、銀色の夜が来る、明けない夜。カルルさん、よかった、無事だったんですね。拷問でクルルさんと兄さんがロボ軍団に襲われてるのを見たって人がたくさんいて。兄さんは？ケイ君、ケイ君は怖い。ケイ君、何？クルルさん、どうしたんですか？より
じゃ、に、に、世界はこんなに箱庭みたいにちっぽけな。キュロルさん、私が怖い？だって、クロロさん。そっか、イオリちゃんは感じるんだね。だから怖いんだよね。大丈夫だよ。怖いのなんて簡単になくしちゃえるから、一つになれば簡単だよ。ないからね。怖く、ほら、怖くなくなった。声が入ってくる。たくさんなのに一つきりの声。そうだよ、ここが私たちの新しい世界。私の世界。とてもいい気分。一つずつ不安がなくなって、私が溶けていく。こんなに簡単なことなんだ。早く、みんなに教えてあげなきゃ。ケイ君に教えなきゃ。